放課後ウィザードクラブは原作家、か、神京介、作画、渡辺義彦による日本の少年漫画、秋田書店の週刊少年チャンピオンにて、2016年16号から2017年2号まで連載。また、東湖コ,コミュニティサイト E、エブリスタにてか、神京介の原作小説が連載と並行して同時配信されており、サイトでは世界初と称されている。 夢の世界バベルを舞台とした異世界ファンタジー作品。タイトルのウィザードはウィザードリーを意識したもの。連載開始時に原作者である鏡自身によって作品の見どころを紹介する動画が YouTube に全10回投稿された。小説と漫画の同時連載はせっかく原作が小説で書かれているのだからそれを使って何かしようという理由でこうなったと鏡はインタビューで 答えている。公式サイトなどでは、小説と漫画の同時連載は、世界初と称されているが、実際のところは不明らしい。ナユタは、モンスターやダンジョンが登場し、傷の痛みをリアルに感じる夢を見た。クラスメイトのニトリやサンチョも、同じようなリアルな夢を、現実見ていることが発覚する。三人は、夢の中で合流することを約束し、これが実現。 夢と現実を行き来しながらダンジョンに潜り込む。ありがとうございます。